ああ、タクトか。なんか用かい？あんたもかい。私も明日で全ての決着がつくと思うと、なんだか興奮しちまってね。無性にぶっ放したくなって、さっきからこうしてるのさ。ああ、明日で全てが終わる。どんな結果が待っているにせよ。勝てる、よね。私たちはさ。タクト。そうだね。私たちは勝てる。絶対に勝つ。私としたことがちょっとナーバスになってたのかもしれないね。このフォルテ様がタクトに励まされるとはね。いや、そんだけあんたが成長したんだと思うとかえって嬉しいよ。そいつはよかった。それじゃお互い、明日は頑張ろうや。なんだ、タクトか。どうしたの？なんかうずうずしちゃってね。こんな時はヘトヘトになるまで体を動かしてから寝るに限るのよ。まあね、難しいこと考えるのは私の柄じゃないし、今は明日勝つことだけを考えようと思うの。いろいろ考えるのはそれからでもいいわ。そう思わない？うん、そうよね。明日は絶対勝つわよ。というわけで、あんたもトレーニングに付き合わない？運動すればスカッとするわよ。ちょうど私も練習台が欲しかったの。あら、タクトさんじゃありませんか。よろしければこちらでご一緒いたしません？あ、はい。なんだか目が冴えてしまって。エンジェル隊に配属された時にはこんなことになるなんて思ってもいませんでした。ですが、これはこれで大変興味深いことだと思っていますの。だって、この戦いは広告の命運をかけたものであると同時に、
数百年もの時間に連なる二つのロストテクノロジーの決戦でもあるのでしょう。自分の悩みや世俗のごたごたもこのスケールの前では霞んで見えますわ。自分がこれほどの大事件の当事者となるなんて考えただけでワクワクしてきますわ。そうですか、それは良かったですわ。あとはこれをハッピーエンドにできれば言うことなしですわね。ではお互い頑張りましょう。いらっしゃい、司令さん。ちょうどよかった。今ミルフィーちゃんの作ったコロッケが上がったところだよ。あ、タクトさんじゃないですか。どうですか、このコロッケ。美味しそうでしょ。明日のためのお料理を作ろうと思って、そのついでに食堂のお手伝いをしてたんです。明日、エオニア軍に勝ったらそのお祝いをするでしょ。そのためのお料理ですよ。今晩のうちに仕込みをしておかないとね。ミルフィーちゃんが手伝ってくれるおかげで本当に助かるよ。いえ、そんな、私の取り柄ってこれぐらいですし。タクトさん、明日は期待しててくださいね。私、腕によりをかけて作っちゃいますから。嬉しいな。それじゃあもっと気合い入れて作らなきゃ。はい、分かってます。司令さん、絶対に無事に戻ってちゃんと料理食べとくれよ。待ってるからね。それより食事に来たんじゃなかったのかい？はーい、コロッケ定食一丁。マイヤーズ司令、どうしたんですか、こんな時間に。はい、紋章機とエルシオールの改装をシャトヤーン様にばかりお任せしておくのは申し訳ないですし、それに実際の戦いが始まるまでが私たち整備班の戦いのようなものですから。そうしたくてしていることですから、ご心配なく。言われてみればそうですね。でも、月の巫女としても、今までにない充実感を味わっているんですよ。やはり
動揺しなかったといえば嘘になります。存在自体にもそのことを知らされていなかったことにも。ですがこう思うことにしたんです。この兵器工場の存在を知らなかったのは本当はいいことなんじゃないかって。昔の人たちはこの白き月を兵器工場に、そう、あの黒き月のようにしようと思えばできたわけですよね。でもそうはしなかった。それは当時の人々の、人間の理性の賜物だと思います。そうして危険なロストテクノロジーを白き月の奥底にしまい込んで、存在すら忘れ去られるほどの長い年月にわたって秘密を守り続けた。その理性を私たち現代の月の巫女たちも知らず知らずのうちに受け継いでいる。そう考えるのはうぬぼれすぎでしょうか。ありがとうございます。この戦いが終わったら白き月はまた平和のシンボルに戻る。いえ、戻すべきだと思います。そしてこれから先の未来もロストテクノロジーを平和のために、人々のために使っていく。それが私たちに課せられた使命だと思います。ですから明日の決戦はトランスバール公国の将来を左右するという以上に重大な意味を持つと思っています。自分たちが長年受け継いできた考えが正しかったのか、それとも間違っていたのか、その答えが明日の戦いで出るわけですから、その現場に立ち会える私たちは幸せだと思っています。司令、ちょっと静かに。副司令がそこの椅子で。ん？なんだ、タクトか。そうだな、確かに今日はいつになく疲れた。シャトヤーン様にお会いして、お前からの口づてで白き月の秘密まで知らされて、それからこの秘密工場でエルシオールの突貫大改装と来た。こんなのめったに体験できるもんじゃない。お前の図太さと一緒にするな。ま、そんなお前だからこそ今までやってこれたんだろうけどな。一生経験できないようなことが次々と起こって、お前の副官やっててよかったよ。さてどうかな。そんじゃ俺はお先に。マイヤーズ司令もお休みにならないんですか？
送させてもらいます。クールダラス副司令と同じで、私たちも今日はいろいろ考えさせられることが多くて。はい、少し、いいえ、かなりショックでした。白き月って何なんだろう。ロストテクノロジーって何なんだろう。ずっとそんなことばかり考えていました。それに私たちがしていたロストテクノロジーの研究は兵器の研究だったのかもしれない。そう思うとやるせなくなって。だけど考えて考えて、ココと二人で話し合っているうちに、なんとなく答えが見えたような気がします。シャトヤーン様がおっしゃったそうですね。この兵器工場は白き月を発見した人たちによって閉鎖されたと。それと同じだと思うんです。私たちがこれからすることも。ロストテクノロジーの中には確かに危険なものもあります。でもそれは使う人次第だと思うんです。明日レオニア軍を倒して平和が戻ってくれば、ロストテクノロジーの兵器は必要なくなるわけじゃないですか。それに平和になれば人の心も穏やかになります。そうすればロストテクノロジーを兵器として使おうとする人も減ると思います。兵器となりうる技術も使い方によっては生活を豊かにする技術にできるかもしれません。私たちは平和を守るためにロストテクノロジーを研究し使っていこうと思うんです。そのためには明日は絶対に勝たないと。頑張りましょう、マイヤーズ司令。それでは私たちもこれで。こんばんは、タクトさん。いいえ、構いませんよ。今、バニラさんもいらしていますし。ええ、管理室で宇宙ウサギを見ていますよ。少しずつ気持ちの整理がついてきているということなんじゃないでしょうか。こんばんは。あ、バニラさん。ちょうど今、タクトさんとバニラさんの話をしていたところでした。私の話ですか？はい、おかげさまで。僕は管理室に戻りますが、タクトさんたちはどうなさいますか？私ももう少しここにいます。わかりました。それではごゆっくり。
タクトさんは今のままの方がいいと思います。タクトさん、明日はどうなるのでしょう。私は忙しいことは構いません。タクトさんのお役に立てるのなら。はい、その後は。その後、戦いが終わったらタクトさんはどうなさるおつもりですか。私ですか。また動物と一緒に暮らしてみたいと思っています。そうなると嬉しいです。それとできれば、これから先もタクトさんと一緒にいたいです。先日タクトさんがおっしゃった言葉、覚えていらっしゃいますか。今を精一杯生きる。誰かと別れる時まで充実した時間を過ごすことが大切。そうおっしゃいました。私は今タクトさんと別れたらきっと後悔すると思います。私は精一杯生きたいです。タクトさんと一緒に。タクトさんのおそばにいて、たくさんの思い出を作っていきたいです。すみません、ご迷惑ですよね。嬉しいです。シスターが亡くなってから私はずっと一人ぼっちだという気でいました。無意識のうちに自分から他人と必要以上に接することを避けていたのです。今まではそれでも不都合だと感じたことはありませんでした。ですが、タクトさんと出会ってからは違いました。いつの頃からかタクトさんと一緒にいると、シスターと暮らしていた時のような気持ちが蘇ってくるようになりました。タクトさんのそばにいると、なぜか胸の奥が温かくなるのです。
クトさん。私、精一杯頑張ります。エオニア軍引き続き接近中。あと10分で戦闘中域に入ります。来たか。これが最後の戦いだな。総員、第一戦闘配備、最終チェックを急げ。シャトヤーン様の話だと、これがエルシオールの本来の姿だそうだな。浮かれるのはいいが、それに飲まれるなよ。これはおもちゃじゃない、立派な兵器だ。それを理解せずにむやみやたらとぶっ放すようなら、お前もエオニアと同じになっちまうぞ。それが思いのほか調整に手間取っています。出力が上がらなくて、発射に必要なエネルギーが充填されるにはまだ。なんだと。せっかく取り付けたのに、肝心の時に発射できなかったらシャレにならねえぞ。現在整備班を総動員して調整に当たっています。もう少し時間をください。厄介な代物だな。400年以上眠っている間に錆びついたんじゃないのか。ふと思ったんだ。ひょっとしてクロノブレイクキャノンも紋章機のように使用者の意思が関係するのか。つまりだ、エネルギーチャージが進まない原因は、タクト、お前の気合が足りてないからなんじゃないのか。とりあえず、試しにもっと気合入れてみろ。クロノブレイクキャノンが撃てなくてもいいのか。エオニア軍、まもなく戦闘中域に入ります。司令も副司令もふざけてないで、ちゃんと指揮してください。